皆さん、こんにちは。これから武蔵野市が目指す武蔵野市立学校部活動の地域連携等について説明します。配布された資料と合わせてお聞きください。説明の流れはご覧のようになります。はじめに武蔵野市の部活動の実態について紹介します。各中学校では7から10程度の部活動を設置し、約 90% の生徒が部活動に参加しています。一部のチーム競技では合同チームを編成し活動しています。令和4年度に実施した児童生徒保護者教員へのアンケート結果から、部活動は大きな教育的意義があるとともに、生徒の重要な居場所の一つとなっていることが分かりました。また部活動にかかる教員の実態についてですが、希望する部活動の指導に関わることで指導にやりがいを感じている教員が一定数いる一方、負担を感じている教員もいます。このような実態を踏まえて、市教育委員会では武蔵野市立学校部活動の地域連携・地域移行の方針や計画を決定しました。まず方向性についてです。部活動は学習指導要領で学校教育の一環として位置づけられていることから、当面の間は学校管理下において行う部活動として着実な地域連携を進めます。地域連携の取り組みは大きく2つになります。1つは複数の学校が一緒に活動する取り組みです。具体的な取り組みですが、まず生徒がスポーツ、文化、芸術活動に触れる機会を確保するため、また持続可能な部活動の実現を図るため、基幹となる11の部活を設定しました。これらの部活動は各中学校において長年設置されていたり、東京都中学校体育連盟の登録生徒数が多かったりする、いわゆる人気のある部活動です。なお、ここにあります STEAM ですが、休日を主として、科学、技術、工学、芸術、数学に関連した活動に取り組み、市の事業サイエンスフェスタにおいて1年間の取り組み成果の発表を行う部活動を新たに設置する予定です。そしてこれらの部活動が在籍する学校になかったりする場合に、生徒がそのスポーツや文化芸術活動に参加できるよう、令和7年度下半期から拠点校方式による部活動を開始します。拠点校方式による部活動とは、ここにある11の部活動が在籍校になく、生徒が希望する場合、平日の夕方や休日にその部活動がすでにある学校に行き活動ができる取り組みです。例えば図にあるように、 C 中学校はバレーボール部の拠点校です。一方で A 中学校や B 中学校にはバレーボール部がありません。 A 中学校と B 中学校の生徒はバレーボール部の拠点校である C 中学校に行き一緒に活動します。つまり A、B、C それぞれの中学校の生徒が一つのチームとなり、練習を行ったり大会に参加したりすることになります。この拠点校方式による部活動を、来年の中学校3年生が引退し部員の代替わりが始まる令和7年度下半期より開始します。地域連携のもう一つの取り組みは、地域スポーツ等で活躍している方々に部活動の指導や顧問を協力いただくことです。武蔵野市では持続可能な部活動の実現及び教員の働き方改革の観点から、部活動指導員の拡充を進めています。現在市内各中学校で総勢25名の指導員に活躍いただいております。なお、今年度より部活動コーディネーターを配置し、指導者の確保を進めています。皆様からも情報をいただけたら幸いです。
情報をいただける際は各校の管理職にご連絡ください。配布された資料の裏面をご覧ください。拠点校方式による部活動についてよくある質問を掲載しています。例えば入部方法、指定校変更、自転車での移動、兼部などについて記しています。いくつか紹介しますと、拠点校方式による部活動への入部方法ですが、令和7年度4月に応募用紙を学校経由で配布します。用紙を確認し、提出期間内に提出してください。拠点校方式以外の部活動についてですが、基本的には学校単独の部活動として継続されます。ただ、学校の状況にもよりますので、各学校に確認してください。進学先を決める部活動要件による指定校変更の制度があります。こちらに関しましては、これまで通りの対応となります。説明は以上になります。ご質問等はこの後、学校の担当者にお尋ねください。なお、回答が難しい場合に関しましては、その場ではお答えできませんが、学校と教育委員会がいただいたご質問の内容を共有し、今後の準備に生かしてまいります。また、後日ご質問等ありましたら、教育委員会指導課までご連絡いただいても構いません。これからも持続可能な部活動運営を図れるよう、皆様の部活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。